松井氏、松井氏は、日本の氏族の一つ。聖は源氏ためよ流の源のこれ吉、松井家舎を外する松井氏と、源の水る聖を外する松井氏がある。ここでは、聖は源氏万聖流の氏族と聖は源氏これ吉流、松井氏のうち、細川氏家臣となった氏族について特に記述する。その他の流れの氏族については、同行目内のその他の氏族を参照のこと。 聖和源氏慢清流の松井一氏は、源の三つ星の六世の孫にして、源の頼朝の御家人となり、山城国続き軍の自当職となった、重行の系統がある。なお、同軍には、都来人系、くだら人友の松井氏があるがこれと別系統である。子孫の一系統は、三河国に移り、後に、徳川家康に仕え、幕臣、旗本となった。また、 前系の松井康行は、清和源氏万聖流で、山城国続き軍、松井省の出身とする説もある。松井康行が、肥後国移住の際、続き軍、松井の菩提寺にあった父、正行の墓を所領に移転したという。その祖は、清和源氏の源のため吉の子、源これ吉。これ吉が、松井家蛇を称したことから、これ吉の子の清志が、 松井姓を名乗ったとする。この系統には、三河松井氏、後の松井松平家、東東美松井氏。別流に、丹波松井氏、大見松井氏がある。室町将軍家御家人の松井氏や、戦国時代に丹波国武の軍に拡挙した、松井沢渡守、丹波松井氏も同流を称する。江戸時代には、肥ご熊本藩主、細川氏の筆頭画廊で実質の八代城主になった。 室町時代に今川氏家臣の遠江松井氏が三河国に入り、平氏の宿り危機となった系統がある。これが三河松井氏である。松井忠次の代で今川市、平氏の帰化を離れて徳川家康に従い、松平政を受けて松平諏を森康親と名乗った。これ以降、松平政を受けた一族を松井松平家とも呼ぶ。二代 大名や旗本を出した。特に大名の家は、江戸時代に繁栄し、国政の中枢に座り、幕閣の老中、大阪城代、京都諸市代、寺社奉行などを歴任した。松井氏は、室町時代には、足利将軍家に仕える幕臣だった。足利義輝が、永六八年、1565年に殺害されると、永六の変、松井正幸の子、 松井康行は、同じく、足利将軍家に仕えていた、細川藤高、雄斎と共に、吉輝の弟、足利義明を将軍に擁立するために行動する。康行は、義明が、織田信長を頼った時にもその縮小いたことが、確認できる。やがて、細川藤高の下で働くようになった康幸は、藤高の着難、細川忠興、 三歳と、明智光秀の三女玉、ガラシ社の根で玉器の腰入り受取役を務めている。信長の下で、細川氏は、単語国の領主となり、その重心として安行は、単語国松倉城を任せられた。生涯五十四度の合戦に出陣した安行は武功、高く、石田三成の家老島政根や上杉影勝の家老、なおえ加熱グラトンで世に名家老と歌われた。 安行の働きぶりを見た、豊臣秀吉は、岩見半国十八万国に取り立てようと持ちかけたが、安行は引き続き細川家に仕えることを望んでこれを辞退した。その中節に漢字入った秀吉は、安行が信長から配慮していた、山城国相良軍新道寺村及び、あたこ組安瀬村の地業を安堵する、衆院城に、深山の茶壺を添えて送っている。これが、後世。 十八万国の壺と呼ばれる名域である。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いに、安行と、着南、松尾木長は、藩主、細川忠興に従って奮戦し、東軍勝利に貢献した。戦後細川氏は、武善国と文後国、現在の福岡県と大分県の一部で三十九万国、あまりの名となり、安行は、 文後国義付、きつき女王を任せられて2万5千国の治療地が与えられた。沖縄は、安行の次男として、天正10年、1582年に生まれ、兄が、文六、慶長の役で戦没すると着手となり、慶長16年、1611年に、安行が隠居すると家督を相続した。寛永9年。 1632年、肥後国52万国の加藤忠弘が開役されると、代わって、細川忠都が54万国で、熊本に入部した。肥後国で、沖縄には、玉名軍と甲子軍に3万国が与えられた。藩主、忠都の父忠沖、3歳は、肥後国南部の八代城を、その隠居城としたが、この城は、薩摩の島津市に対する抑えとして、 特に一国一条例の例外とされていた。正法二年、1646年に、その三歳が死去すると、八代城は沖永が預かることになり、以後代々松井氏が、八代城代を務めた。沖永は、忠沖の次女候補、皇王聖室とし、三歳の六尾養子氏に迎えて、松井より行き、細川氏の別姓である、長岡を賜り、長岡助渡し森と称した。 こうして、松井氏は、熊本藩の実質的師範である八代三万国の、領主として幕末に至る。松井氏は、宮本武蔵と親交があったことで知られる。松池には、武蔵が細川家に仕官する直前に、沖永に宛てた書状、長岡助、私森宛て書状が残っており、また武蔵が熊本藩の確証となった後もより行が武蔵を、講演し、 自身もその兵法の弟子となっている。頼行はやがて病床に伏すようになった、武蔵の身の世話をしていたことも、頼行と武蔵の養子、宮本頼との間に交わされた多くの書状から明らかになっている。こうして、武蔵の手による水墨画や工芸品などの文物の多くが、松池に伝えられた。秀吉から安堵されていた山城国の地行地は、幕府からも安堵を得ており、 このため松井氏は、細川家家臣として陪臣であるとともに、幕府時期さんとしての横顔も合わせ持つ特殊な家となった。松井家当主の代替わり及び将軍の代替わりに際しては、その都度江戸に出布して将軍にお目見えしている。細川家では、世襲が老家の松井氏、米田氏、有吉氏を情景参加と呼んだが、中でも松井氏は細川はじめ門として、 代々筆頭画廊を務めた。明治維新後は、万国以上の耐震家老家として、明治25年、1892年に、松井俊之が、家族に列紙断尺を受釈している。松井神社は、熊本県八代市、北の丸町に鎮座する神社で、日後細川市筆頭画廊であった松井市初代、松井康之、二代、沖縄を祀る。明治14年、 1881年に松井市の旧家診断をはじめ、ゆかりのある人々により創建されたもので、境内には樹齢300数十年の梅の名木、画料梅が、竜梅がある。松井家の城下町だった熊本県八代市の八代市立博物館や松井文庫には、松井歴代資料が展示されており、近くには八代城跡や松井家の御茶屋だった商品券もある。 松池慶図等の資料は、八代市立博物館、未来の森ミュージアムなどのウェブでも見ることができる。なお、熊本市の水前寺城主園内にある、出水神社にも資料がある。これよしよしむねむねのぶ、いたかし、豊総安介総宗うたむね女神、創業安す貫次、総富隊長の正幸康幸沖長。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。